皆さんこんにちは、寺田家へようこそ。サイボーグパパゆうすけです。いつも応援ありがとうございます。今日はですね、この春腰タイプ高事例大会ということで、めちゃくちゃ、緊張をしながら、この動画を撮影しております。ちょっとね、本題に入る前にですね、皆さんに一つちょっとご報告があるので、それをまず言わせてください。ちょうどですね、この4月9日、昨日ですね、息子タビくんが1歳の誕生日を迎えました。いつも応援ありがとうございます。はい。僕のことをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まずは自己紹介の方からさせていただこうかなと思っております。僕はですね、生まれつき脳性麻痺という障害があって、車椅子で生活をしております。そしてですね、障害者と健常者の架け橋にというテーマで動画を制作している YouTuber です。寺田家 TV 家族チャンネルということで、私パパとして、サイボーグパパとして、日々 YouTube を頑張っております。そんなね、サイボーグパパはですね、装着型サイボーグ春によって人生を変えてもらった一人だと思いますので、今日はその人生を変えてもらった僕が春に対する思いを、少しの時間ですが語りたいなと思いますので、皆さんお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。春の腰タイプに出会ったのは昨年2020年の3月なので、もう1年ぐらいプログラムを続けております。あの時初めて手を使わずに立ち上がれたんです。もうあの感動はですね、もう一生忘れないです。夏頃に息子をですね、抱っこしたまま立ち上がるという目標を叶えることができました。この動画も300万回ぐらい今再生してもらっていて、僕の中でも何度も見返して、あの時の感動を忘れないように、努力を忘れないように今でも励みになっております。今はですね、湘南ロボケアセンターに通いつつも、自宅でも春腰タイプのプログラムを続けています。良い歩行は良い立ち上がりからということで、あの日初めて立てた時の感動をですね、思い出しながら基礎的な立ち上がりからスクワット等を反復している毎日です。おかげで体も心も1年前よりはるかに良い状態になったと思っております。息子の子育てを頑張りたくて始めた春だったんですけれども、1歳になってもうよちよち歩きを始めちゃったんで、パパも息子にも負けてられないです。そんな感じで今映像を見てもらったんですけれども、やっぱり継続は力なりということで、続けることが一番大変だと思うんですけれども、春を続けていったらこれからもたくさん小さな夢を叶えていけると思いますので、これからも頑張っていきたいなと思います。そしてこの装着型サイボーグ春腰タイプで多くの方の人生が変わってくれることを僕は祈っておりますので、もし始められる方がいらっしゃったら、一緒に頑張ってちっちゃな夢を一つずつ叶えていけたらなと思っております。これからもどうぞ寺田家 TV サイボーグパパのことをよろしくお願いします。ありがとうございます。